いちこです。今日は2022年1月29日土曜日です。高松の天気は早朝から曇りです。朝方気温は6度で微風で冬にしては暖かいです。さて1月の27日から29日の3日間の今日までパソコン含めネット回線が非常に遅く、 YouTube 等の動画など見ることができません。エラーになります。原因は通信制限にかかったからです。直近3日間の合計通信量が制限値を超過した場合の通信制限にかかったためでした。上り回線側が 150GB の制限を超えたためです。そのため上りの通信速度は 100kbps になっています。動画のアップロードもできません。よって現在オフライン作業で編集して制限回避待ちで3日間分を一気にアップ予定です。今までの動画で10分から15分の動画容量は平均 2.5GB ぐらいですから、これに関しては全く問題ありません。原因は他にありました。結論から言うと、使っていたのは間違いありませんでした。多分クラウドに大量のデータを送っていたためでした。こういう通信制限は以前に会社のスマホでも経験があります。今回は自宅のパソコンでの現象は同じですね。いろいろな症状が出ます。これは違う機会にお話しします。今回の動画は前回の続きで、田村町から上天神を経て大田町までの道程です。読み上げは大田地区です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。大田高松市出典フリー百科事典ウィキペディアより、大田は香川県高松市中部にある一地区で、高松市役所大田市長所の管内、三条町、今里町、今里町1丁目、今里町2丁目、松縄町、布施市町、大田下町、大田上町の8町からなる。かつては大部分が香川郡大田村として存在し、1940年2月11日に高松市に編入された。高松市中心部に隣接し、近年になって交通の便も良いために高松市有数のベッドタウンとなっている。市区内の大田駅周辺地区と三条駅周辺地区は高松都市圏に8ある地域拠点の2つを形成する。地理。地区は高松市中部に位置し、御保川を挟んで高松市中心部に隣接した南北に細長い地区である。人口は2009年時点で 35,799 人、男 17,301 人、女 18,498 人、世帯数は 14,915 世帯で、平成の大合併以後も本町地区を除く高松市内の地区で人口世帯数ともに最多である。面積は 6.02 平方キロメートル、人口密度は1平方キロメートルあたり 6051.5 人。面積は高松市内の地区では平均的であるが、人口密度はやはり本町地区を除く高松市内の地区の中で最高である。高松市中心部の外縁に位置し、連続した市街地を有する。地形。全域が高松平野の一部で、地区の北西端を御保川が流れる。野田池をはじめとした大きなため池が3つあり、もともと農村地帯であったため小さなため池も所々に存在する。山なし。川御保川。湖沼野田池、大田池、蓮池。土地利用。北西部の御保川周辺の地域は高松市中心部と直接隣接しているため、ほとんどが住宅密集地である。この地区は南北に細長く、大きく分けて2つの集落が存在し、それぞれ人口が集中している。一つは大田上町、大田下町地域で、もう一つはレインボーロードやサンフラワー通りがある布施市町、松縄町、今里町地域である。大田上町、
太田下町地域は戦後に琴電太田駅の沿線の地域として発展したため、狭く入り組んだ道に住宅が密集している。それに対して布施市町、松縄町、今里町地域は2度にわたる区画整理、太田第一、第二土地区画整理事業が行われ、新興住宅や高層マンション、多数の郊外型ショッピングセンターが立地し、高松市内で近隣商業活動が最も活発な地域の一つである。高松市太田市長所管内、今里町、今里町1丁目、今里町2丁目、松縄町、布施市町、太田上町、太田下町、三条町。歴史、1940年2月11日、太田村が八島町、古高松村、北村、鷺田村とともに高松市に編入された高松市第四次合併。かつて香川郡太田村、布施市村、松縄村、今里村と万蔵村の一部、現三条町であった地域で、1890年2月15日の町村制施行に伴い、太田村、布施市村、松縄村、今里村の現在の太田地区4村と、福岡上村、現上福岡町、観光町の5村が合併して太田村が発足した。なおこの時、現三条町の部分は、万蔵村の一部として坂田村、直志村、馬場村、沖村とともに鷺田村、現鶴尾地区となった。その16年後の1956年に行われた昭和の大合併、高松市第5次合併では、地域が一気に拡大したため、市民サービスの窓口として、第4次合併で編入されていた地域も含め、それぞれに高松市の出先機関である市長所が設置された。この時、旧太田村には太田市長所が設置されたが、旧村内のうち上福岡町と観光町は市役所本庁の管轄として市長所の管内とはならず、さらに本来ならば鶴尾市長所管内になる旧鷺田村の一部の三条町が太田市長所の管内に組み入れられた。高松市に合併された時点のこの地区はまだ純粋な農村地帯であり、一面に田が広がっていた。戦後になり高松市中心部のベッドタウンとしての傾向が強くなる。その傾向に拍車をかけたのは、戦後間もなく始まった太田第一土地区画整理事業で、上福岡町と今里町のほとんどが区画整理され、その後の太田第二土地区画整理事業では松縄町、布施市町のほとんどが区画整理された。これらは地区内の面積の約半分にあたる。それによって出現したレインボーロードやサンフラワー通り周辺は、20世紀末から21世紀にかけて郊外型の近隣商業が集積し、急速に発展した。年表は割愛いたします。経済、高松市の平均と比較して第一次産業マイナス 2.4% および第二次産業従事者マイナス 0.9% の割合が低いかやや低く、第三次産業従事者プラス 3.3% の割合が高くなっている。以下一部分は割愛いたします。教育、私立の小中学校区は南北に細長い地区の特性上、さまざまな校区が入り乱れている。小学校、中学校太字の校名は地区内に位置する学校。以下一部分は割愛いたします。行政、この地区は1940年以降高松市の一部であるため、地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市太田市長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、太田コミュニティセンターとして地域交流障害学習の中心となっている。その他、地区内には小学校区ごとに太田中央コミュニティセンター、太田南コミュニティセンターも存在する。また布施市町には2017年まで高松地方気象台があり、香川県の気象観測を行っていた。主な行政施設、高松市太田市長所、高松南警察署今里交番、高松市南消防署太田市長所、
高松地方気象台2017年11月9日に高松サンポート合同庁舎南館に移転し、当地では無人での観測のみとなっている。以上で途中までの読み上げは終了いたします。続きは機会があれば読み上げ予定です。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。